男の運転する車で竹林や畑に行き、そこに停めて。芸能人の結婚が報道されている一方で、アナウンサーの結婚報道も注目される話題の一つです。フジテレビの顔として活躍していた秋元由里アナの結婚も全国ニュースに取り上げられるなど世間を騒がせました。帰国子女でかつ容姿端麗な秋元アナのお相手は俳優生田斗真さんの弟で同じくアナウンサーの生田竜聖アナです。美男美女、才色兼備な2人の結婚でしたが、第一子が生まれて数年後に離婚を発表しています。2人の間に何があったのでしょうか。今回は2人の馴れ初めから離婚の原因までを解説していきます。2人の馴れ初めから結婚、離婚までの道のり、アナウンサーとして活躍していた2人、離婚の原因を解説する前に2人の馴れ初めから離婚までをまとめてみました。ここから離婚の原因を読み解けることもあるのでチェックしていきましょう。フジテレビの先輩後輩、2人の馴れ初めですが、お互いの共通点としてフジテレビのアナウンサーとして活躍しています。年齢差は5歳差で、秋元アナの方が先輩です。同じ局の先輩後輩という立場のため交流も多かったように感じます。2012年8月、熱愛報道。2011年に生田アナが入社してから約1年後に週刊誌にて熱愛が報じられました。内容としては2人きりのハワイ旅行から帰国した後に成田空港の到着ロビーにいるところをスクープされています。生田アナは入社当初から俳優のお兄さんがいることで注目されていましたが、秋元アナもこういう熱愛報道に関しては肉食女子として知られていました。というのも生田アナとの熱愛が出る前に NHK の青木実アナとの熱愛が報じられたほか、先輩アナウンサーとの熱愛、不倫報道があったのです。2人の熱愛報道に注目が集まりましたが、祝福の声だけではなかったのはご存知でしょうか。この熱愛報道から1ヶ月後に秋元さんが当時担当していたニュースジャパンを降板させられているのです。降板の理由としては、当時テレビに出始めたばかりで爽やか系で売り出していた生田さんとの熱愛にフジテレビ幹部が激怒したことが原因と言われています。1回の熱愛で仕事に影響が出たことから、2人の交際はかなりハードルが高い印象でした。2012年12月、結婚、番組の降板などもあったので2人の関係が続く可能性は低いのではと思う人もいる中で、2人は熱愛報道から4ヶ月経ったクリスマスに結婚を発表しました。フジテレビの幹部との確執があったものの結婚に踏み込んだようです。姉さん女房の秋元アナとこれからの活躍に期待できる生田アナの結婚に同局のアナウンサーなどが祝福の言葉を送る中、上層部との溝は深まっているように感じます。結婚を機に秋元アナは生田斗真さんの義妹になりますね。2013年7月、第一子出産。2013年2月に秋元アナが妊娠4ヶ月で8月に出産予定であることを発表しました。番組を降板させられたりしていたものの、結婚に踏み切ったのは妊娠が理由だったみたいですね。秋元アナは産休と育休を取ってしばらく子育てに専念することを発表し、生田アナも子育てに意欲的に取り組む姿勢が見られました。2016年11月、別居報道。第一子を出産し、秋元アナは2014年9月に職場復帰しています。また2015年6月には夫婦共同でマンションを購入し、仕事と家庭を両立しているように感じました。しかし2人は2016年に別居、離婚危機にあることが報じられました。内容としては、実家に帰っていた秋元アナが購入したマンションに一度も帰ることなく、それぞれ別々の場所から仕事に向かっているとのことです。離婚危機とのことでしたが、フジテレビ関係者の証言では秋元アナが離婚を望んでおり、生田アナが離婚に踏み切れない様子と報じています。2018年5月、離婚成立。離婚、別居報道から約2年後に離婚が成立したという報道がありました。これ以上家族としての関係を続けられなくなったことで決断できなかった生田アナが別れを決意したようです。結婚から約6年での離婚となり、親権は秋元アナが持つことになりました。離婚後は表舞台から姿を消した秋元アナは内勤に専念する一方で、生田アナはバラエティ番組に出演するなどそれぞれ活躍しているようです。離婚の原因は、
馴れ初めから離婚の流れを見ていきましたが、2人の離婚の原因は何だったのでしょうか。別居報道があった時点から2人の関係はすでに破綻していたようです。今回は有力な3つの原因を解説していきます。1、秋元アナのダブル不倫。一番の原因に挙げられているのが秋元アナのダブル不倫です。以前から熱愛報道が報じられていた秋元アナですが、離婚が成立する約半年前に不倫疑惑が報じられました。不倫相手として名前が挙がったのが、仕事復帰後の秋元アナが出演していた BS フジライブプライムニュースのプロデューサーの A 氏です。実はこのプロデューサーは生田アナとの別居報道が出た際に秋元アナの不倫相手として報じられていました。2人は車の中での密会や温泉施設での目撃情報があったりと関係があったことは確実でした。 A 氏が運転する車が竹林や畑にエンジンを止めた状態で30分以上停車していたところがバッチリ撮られていたことから言い逃れができない状態で、好感度は急降下。信用第一のアナウンサーには致命的ですね。生田アナもこの不倫報道には愛想を尽かしたのかもしれません。 2. 性格の不一致。馴れ初めから振り返ってみると、結婚までわずか4ヶ月で踏み切っています。2人は授かり婚で短期間の交際で結婚しているため、一緒に生活し始めてから価値観のズレがあったのではないでしょうか。肉食女子の秋元アナと控えめな印象の生田アナがうまくやっていけるのかも当時からは心配されていました。そもそもの秋元アナの不倫の原因も生田アナとの性格の不一致の不満で関係を持ってしまったのかもしれません。とはいえ、性格の違いで衝突したことで不倫関係を持つのは許されることではありません。もう少し交際期間が長ければ、お互いの価値観が理解できて違う未来があったのかもしれませんね。 3. フジテレビ幹部の圧力。交際当時から2人の交際に反対していたフジテレビ幹部による圧力も離婚に関係しているかもしれません。信用第一不祥事ご法度のアナウンサーという職業で、熱愛疑惑が複数スクープされていた秋元アナは問題視されていたのは確実でした。今回の離婚で子供の親権が不祥事を起こした秋元アナが持っているのも上層部の指示だったのではないかと言われています。生田アナとの別居中に秋元アナはお子さんを会わせようとしなかったこともあり、親権を獲得したのではとの意見も。また生田アナに親権を渡さなかった理由として、これ以上の印象ダウンを避けるためだったのではないかと推測されます。秋元アナの不祥事が明るみになったことで、夫婦関係を続けた場合今後の仕事に影響してくることを考えて上層部が動いた可能性が考えられます。まとめ、いかがだったでしょうか。授かり婚が悪いとは言いませんが、2人の離婚に関してはお互いよく知らない関係で踏み切ると失敗することがよくわかりました。ニュースなどの表舞台で活躍する生田アナの一方で、不倫報道でテレビでの仕事が減って内勤が増えた秋元アナ、生まれてきたお子さんのために子供が見ても恥ずかしくない姿を見せていってほしいですね。